はい、どうもフルコンです。今日はですね、このキャスティングフォーココアというこのココアの海の中で、ちょっと映ってるけど、この雪だるまくんが釣りをしてお菓子の材料を集めるという、それを聞いただけでも可愛いしかないゲームをやります。で、これ初めても全部可愛いんですよね。このね、雪だるまくんがこのちっちゃい船に乗って、このココアの海の中をくるくると回って、で、おーいと釣りをすると、で、かかりましたってしたらスペースをして、で、この赤いバーをこうスペースで調節して魚のところに当てて釣るという感じみたいですね。マッシュミネラル、この子はですね、まあいわゆるあの雑魚ですね。はい、一番釣れるパタイプの、お菓子の魚とか書いています。なんでちょっともうちょっとね、なんかちょっとレアな魚が釣りたいところですね。こういうなんかね、場所によって釣れる魚が違うので、このお菓子のドーナツみたいな、砂糖のドーナツみたいなところでね、ちょっと今度は釣りをしてみましょう。なんかいい魚が釣れるかなよ。この赤いバーを魚に合わせて釣れた。チョコブランスブロブということで、チョコブランスの塊みたいな感じかな。なんか鼻がでかいな。成分も可愛いんだよな。なんかまああの底の方に沈んでて、とってもいい感じの塊なんですけれども、彼らは、ココアを混ぜるのが好きみたいですね。だけれども、あなたたちが思う、一杯のコーヒーとは違うかもしれません。要は量が違うんかもしれないね。でっかい子やから。はい、よし。でこれタブキーを押すとね、実は目標があって、今日はペパーミントホワイトモカですかね。はい、ペパーミントホワイトモカを作るために、このね、ペッパーホースミントというのと、チョコブラウンスブルー、あ、この子手に入れたよね。だからチェックついてますね。はい、あとコーヒークラビーという、コーヒーでできたあのカニさんを見つけてねみたいなことが書いてますね。ねえ、ペッパーホースミントは、これタツノオトシゴみたいな感じかな、ホースってね。ザ・ホワイト・チョコレート・バーク、あ、この辺じゃないんかな、ホワイト・チョコレート・バークって。これやんね、多分。だからこの辺で釣りしてりゃ材料見つかるんじゃないんかな。あ、でもあっち側にもあるね、この辺にもね。あ、ちょっと釣りましょう。でも、はいはい、で魚に合わせて、はいはい、釣れろー。オッケー。あー、ダメだ、雑魚だ。ちょっともう一回もう一回来たー、雑魚だ。はい、来た、ペッパーホースミント、リフレッシングがレアレアな魚で、爽やかなことかな、いい感じ の, あのレアな魚で、彼らを見つける と,、その日がいい日になるよみたいな、成功するよみたいな、まあ、あの縁起のいい魚なんでしょうね、彼らは。いいですね、これ手に入れたので2個手に入れました。あとチョコクラビー Found by カラードロリポップ。あ、カラードロリポップってなんかあったな。ロリポップってキャンディーですね。うん、あれだ、あれの近くか。よし、行こう。あ、でもあれキャンディーや、ロリポップやからこっちやんね、多分。これじゃないかな、もしかして。これなんか丸いアメちゃんのイメージなんやけど。あ、でもなんか違うの手に入った。フレバーターン、サムシングがリルサウシー、ちょっとこれ リルはリトルのスラングみたいなやつかな、略称みたいなね。リルサウシー、ちょっと、小粋なものを探しているんだら、このフレバータウンシュリンプが、このフレーバータウンエビがいいよと、ね、このエビによってどんなパーティーもスパイスアップされると、スパイスを与えてくれる。しかし気をつけないと、ヒートアップしすぎちゃうかもねみたいなことが書いてあるかな。なかなかなスパイシーな、お菓子作りには向いてない感じのエビさんですね。で、ロリポップは、まあ、棒付きキャンディーなんで、これでも合ってるんですけど、うん、カラードロリポップキャンディーって言ったらこっちの方が合ってんのかな。なんかね、いろんなカラーがついてる感じがあるし、ちょっとこの辺でやってみましょうか。お、いいね、これは釣りやすそう。ずっと右につけてる。あー、ペッパーホースミント、うぃー、お、早い、動きが激しい。きたー、ダークチョコパフ。あ、また違うやつや。ダークチョコパフ、シャイフィッシュ、おー、シャイな魚で、アンドチョコレート。パーソナリティとチョコレートに、満たされていると、ね、じで、They are harder to catch up。 おー、なるほど、捕まえるのは難しいけれども簡単に見つかると。おー、なるほど、じゃあ捕まえたのは偉いのかも。簡単に見つかるけどシャイやから隠れちゃうんやろな。なるほどな。あ、ロリポップキャンディー、これもロリポップキャンディーやな。で、この辺でもやってみましょうか。イエーイ、マーシュミノ、きたー、ザコだー。お、
あまたか、ちょうかソルテッドキャラメルタートル、あまた違うの出てきましたね。塩キャラメルタートルですよ。めっちゃうまそう。塩味の効いてて甘い。おこれらの亀は tend to keep to themselves、 殻にこもるって感じかな、という忠告がありました。そんなことより俺はチョコクラブが欲しいよ。この辺やだ。あ、じゃあまた違う。シーソルトスネイル、おーなるほど、ナメクジですね。シーソルトスネイル、海の塩のカタツムリかね。カタツムリって塩かけるとやばいイメージあるけど、シーソルトスネイルってなんかね、矛盾してる感じがあるけれども、まあ誰もがソルティーサイドっていうのはなんかちょっと辛い部分、辛い部分を持っているっていうようなことが書いてあるかな。だから泣いてるんやろうね、この子はね。で、ソルティスネイルはグレイトトーカーズ、いい話し手であり、彼らの感情をうまく表すことができるみたいなことかな。おう、新しいの来た。サニーシーフィッシュ、でかマンボウみたいなことなのかな。Just for life、 なんか異性への情熱 and just in general、 いつも一生懸命みたいなことかな、うん、このサニーフィッシュはみんなの顔に笑顔をもたらして、いつもなんかチェアフルですよと、なんか陽気な感じでいっぱいですよみたいな、まあ、この子見るとみんな幸せになれますよみたいな、すごいピースフルな魚を釣ってしまいましたね。かなりいろんな種類の魚釣っちゃったんじゃないんかな。全然チョコクラブがね、チョコレートのカニが釣れないですけど。Found by the Colored Lollipop 海岸って書いてあるからな。真ん中が激流すぎるからってことやんね、これね。せやから、Colored Lollipop 海岸やから、もっと端っこなんかもしれんな、全然見つかれへんのは。よし、オッケー。もっと端っこ、あ、これかな、この端っこ感はあるな。この辺で釣ってみるか。お、まだまた違うぞ。シュークリームスラッグ、シュークリームのスラッグかな、シークリームか。このトッピングは、こんなに十分なもん見たことがないと、すげえ十分だと。ライト&エアリー、風通しがいいみたいな、なんかスーッと風が通るような爽やかさのイメージ、あんでとても明るくて、っていう感じの、パーフェクトなパーティーにはパーフェクトなトッピングですよってこと言っとるというわけですね。全部説明がチアフルやな、マジで。可愛さと幸せさしかないゲーム。お、なんだ、シナスクイッド、これまたシナモンのかイカかな、これな。全然違うのばっかり手に入る。このインキーなフレンズ、真っ黒なフレンズみたいなこと。いつも僕たちにスパイスを与えてくれて、一人でもグループの中でも素晴らしい感じですと。ソーシャルバタフライズ、 These social butterflies ってなんかかっこいい表現やけど、どんな会話でも、Find it easy to fit into any conversation、どんな会話にも合うよみたいな、なんかどんな会食の時にもこれ出しときゃ会話が弾むぜみたいなことなんかもしれない。シナスクイット、素晴らしい食品の集まりや、やっぱさ、カニやからさ、こういう岩の近くとかにおるんかな、全然見つかれへんな。ちょっと待って、マジで釣れへんねんけど。いや、さすがにちょっと単調な作業なんで疲れてきましたか。来た。コーヒークラビ来た。あー疲れた。とんだ鬼畜ゲーだよ、まったく。まあ捕まえることが、この甲殻類を捕まえることができないぞ。カップオブジョー、カップオブジョーが一杯のコーヒーなければみたいなこと、よくわからんね。だけれども、シークレットメニューを、秘密のメニューを探す、知るために、彼らが必要になるだろうみたいなことが書いてますが。うわー疲れたー、やったー、何匹 ?90 匹も釣ったんだが。プレイヤーゲンじゃないわ。
ほとんど釣ったやろ俺も。というわけで、まあとにかく可愛いゲームではありましたが、意外と鬼畜なゲームでした。というわけでご視聴ありがとうございました。フルコンでした。よろしければチャンネル登録、高評価などしてやってください。それではご視聴ありがとう。バイバイ。ボー。